ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はブロックという新しいマイニングアプリ解説していきたいと思います。でこちらがそのブロックウェブサイトって書いてありますけども、ウェブサイトなんですけれども、まあ、パッと見ですね、そんなに特徴のあるウェブサイトでないんですよ。で、ブロックって何ぞやということなんですけど、ブロックチェーンのベーシックトークンです。未来ということで、ブロックは暗号化されたトークン BC と数万の分散アプリケーションに電力を提供するオンチェーンガバナンスのテクノロジーですと。はい、ただこれだけ見てもね、よくわからないと。で、特徴って書いてありますけど、分散化、安全性、スケーラビリティということで、まあ、ブロックチェーンの特徴そのものですよねと、はい、いうことで、でロードマップもね書いてありますけれども、ね、リリースされたのが11月1日かな、ツイッターの方で11月1日にアナウンスがありましたの で、その後、まあ、ホワイトペーパー作られて、はい、でマイニング開始して、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、後でね解説しますけれども、アプリリリースされてからわずか2ヶ月でですね、上場して、ですでにもうねマイニングした、コイントークンをパンケーキスワップで交換可能というところで、まあその辺がちょっとすごいんですけれども、ただこのウェブサイトを見てるとその辺がね全然伝わってこないので、はい、ちょっとねツイッターの方で解説していきます。こちらがねブロックのツイートなんですけれども、11月のね、去年の11月1日にリリースされて始まって、すでにですねもう4万3000人のフォロワーですね、2ヶ月ちょっとで、まあ、ここまで一気に増えましたというのと、あとですねこちらが先日ね年末にアップされていたツイートですけれども、もうね PEP20 のネットワークで、出金可能になってるとね、アプリマイニングアプリ2ヶ月で出金可能になって、でさらにですねパンケーキスワップでもね交換できるということになりますと。でさらにパンケーキスワップで、まあ、購入する、もしくはマイニングアプリでねマイニングしたこの BC が2000以上の方になんかエアドローされるらしい、1月10日までにねエアドローされるらしいので、ね、もし、NFT 欲しいという方は、はいね、2000PC マイニングするか、まあ、パンケーキスワップで購入してもいいのかなと思いますけれども、はい、まあただでねマイニングできるのでただで入手していただければと思います。じゃあね早速このブロックのね入手方法っていうかマイニング方法を解説していきますので、登録方法ですね解説していきます。まずはねいつものように QR コード読んでいただいて、動画の概要欄に URL 載せておきましたのでそちらからアクセスしてください。でアクセスするとこういう画面になりますので、今サインインって表示されてますけど、これねログインのことなので、まずは右上のこの3本バーですねタップしていただいて、メニューを開いてそこからレジスターと押してください。はい、そうしましたらこの画面になりますので、ちょっとね下の方にスクロールしていただいて、ニックネーム、E メールアドレス、あとパスワードですね入力していただいて、あと紹介コードね、もし表示されてない方はこちらの紹介コードを入れていただければと思います。はい、でロボットでないことの確認のところにチェックが入っていればクリエイトアカウントと押してください。はい、そうしましたらこんなポップアップ出ますので OK と押していただいて、はい、で登録完了したのでログインからまたやり直してくださいということなので、今度はねログイン画面サインインのところでメールアドレスとパスワードを入力してサインインと押してください。はい、そうしましたらまたポップアップ出てきますので OK と押していただいて、はい、でこういった画面になれば登録完了ということになります。じゃあね今すぐ始めましょうというボタンを押していただいて、はい、そうするとこういう画面になってポップアップ出てきます。でこのポップアップがアプリのダウンロード画面ねなりますので、まあアプリでやりたいっていう方はアプリダウンロードしていただいてもいいですし、私はねこのウェブサイトアプリで遊べますので、まあウェブサイトであればパソコンからでもアクセスできますので、まあお好きな形でやっていただければと思います。じゃあねこのポップアップバッテンして消していただいて、でまずねこの画面でもしですね英語表記とかなってる方は右上に言語ボタンありますので言語を押していただいて、はいね日本語も選べますので日本語を選んでください。はい、でチェックがつきましたら戻っていただいて、
で、この画面がスタート画面になりますので、ここで真ん中ね、下の方の真ん中にツルハシとスコップマークがありますので、これがマイニングボタンになりますので、こちらをタップしてください。はい。そうしましたらね、カウントダウンタイマーね、始まりまして、でちょっとずつねこの PC っていうのが上がっていくと思います。はい。あとはね24時間経ったらまたこのツルハシマークをタップしてということで、24時間に1回ですねワンタップしていただければと思います。はい。でそれ以外ですね、まあ見ていただければわかるんですけれども、まあ簡単にね解説しますと、この友達というところを押しますと紹介した友達リストアップされると思います。であと生態というところを押していただくと、結構ねいろんなこう機能がね、まあエコシステムですね、たくさん考えられてるそうです。で結構工事中のやつも多いんですけども、まあ簡単に見るとね、ドメインネームサービスとか、あとゲーム、ショッピング、マイニング、あとは取引所なんかも考えてるみたいですね。あとウォレットとかも、はい、できるそうですと。で例えばですね、このマイナーのところを押していただくとね、ブロックマイナーということで、マイニングマシーンね、今後発売されるのかなと思いますけども、今はまだ買えないようなので、まあ買えるようになったらね、興味ある人はこういうのも検討してみてはいかがでしょうかということです。あとね、一番下ですね、一番下の右側ですね、個人というところを押すと、まあプロフィール見れるようになっていて、マイ資産というところを見ると、まあここにね、マイニングした暗号通貨とかがね見れるようになるのかな。まあウォレット機能なんですかね、 PC ウォレットって書いてあるから。はい。でこの辺のボタンを押してもまだね、開発中だったりしますので、まあ、この辺もまたね順次アプリがアップデートされていけば、どん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 機能が追加されていくのかなと思います。はい。あとトップ画面のここに紙ってあるんですけれども、これがねホワイトペーパーで、ちゃんと日本語のホワイトペーパーもありますと。で開くとね、日本語でホワイトペーパー見れますので、まあ、興味ある方はぜひねじっくり読んでみてください。86ページかな、結構ボリュームがあるので、はいね、時間ある方はぜひ読んでみてください。はい。ということでね、今回はブロックというマイニングアプリ解説しました。で結構ウェブサイトとか見るとね、なんかこうシンプルでなんか特徴あるのかなと思ってたんですけれども、やっぱりユーザーが一気にね2ヶ月で増えたっていうのと、あとねたった2ヶ月でも出金ができて、まあパンケーキスワップで換金もできるということなので、たくさんねお友達紹介してマイニングスピード上げて、たくさんマイニングして換金するということで、はい、やってみていただけたらと思います。はい。そして今日のオーバープロトコルの回答ですけれども、今日はベルベットフォークという回答を選びました。参考にしてください。あとですね、昨日 AMA ありましたね。でその中でキーワードを発表されてました。 OCAP というねキーワードでした。でこのクレイム2000ポイントっていうボタン、もしね表示されているようでしたら、こちら入力していただくと2000ポイントをゲットできると思いますのでね、やってみてください。でオーバープロトコルのところについてはこちらの動画でね解説してますので、動画見ながら登録していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。